公共和は、韓国の外交官、政治家。2017年より2021年まで、同国外交部長官を務めた。過去には、清掃大学校の英語英文学科助教授なども、務めた。1955年4月7日に、ソウル特別市に生まれる。理科女子高等学校、四世代学校政治外交学科を卒業後、1977年に、 韓国放送公社にアナウンサーとして入社。その後、国際放送のプロデューサー兼アナウンサーとして活躍した。また、マサチューセッツ大学大学院にてコミュニケーション学の修士号、博士号を取得。1994年に清掃大学校の英語英文学科助教授。1997年のアジア通貨危機の際にアメリカのビル・クリントン大統領と 次期韓国大統領に当選していた金大中による電話会談の通訳を務め、優れた英語力を発揮したことで、金大中が安氏を自身の英語通訳に抜きこのことで1999年に外交官試験を経ないで外交通商部に特別採用され、外交通商部長官補佐官に就任。 2005年には国際機関政策官となるなど専門の外交官でない人物として異例となる出世を果たす。その後は国際連合にてキャリアを積み、2001年に国連代表部公子参事官、2003年に国連夫人の地位委員会議長、2006年に国際連合人権高等弁務官事務所副代表、2013年より、 国際連合人道問題調整事務所事務次長法を務めたほか、2016年10月より、半期分事務総長の退任に伴う、引き継ぎチームのリーダーも務めた。2017年1月より、事務総長政策特別補佐官。歴代の国連事務総長のすべてから要職に、登用されている。2017年5月21日、ムンジェイン大統領より外交部長官に指名された。 外交部長官候補に女性が指名されたのは史上初だった。しかし指名後、脱税、偽装転入、不動産投機、アメリカ国籍を取得させた娘らが保険料未納にもかかわらず健康保険制度を利用したことや取得税未納で不動産相続をしたことなど数々の不正が判明したため国会での任命は難航。聴聞会の報告書は採択されなかったが、 国会の同意がなくても大統領は外省の任命が可能なため野党からの批判が止まない中6月18日にムンジェインより外交部長官に任命された2017年11月22日中華人民共和国を訪問して大毅外省と会談翌月の大統領訪中のための地ならしを行った他に THAAD 問題について追加配備しない 米国のミサイル防衛体制に参加しない。韓米美安保協力が参加国軍事同盟に発展しない。THAAD システムの使用を制限する。という三つのノー、一つの制限の約束をした。また、2017年12月19日には、日本を訪問して、安倍晋三首相や河野太郎外相と会談。2018年ピョンチャンオリンピック開催時期に合わせた。 安倍首相の法官要請などを行った。2018年1月9日には慰安婦、問題日韓合意について、日本政府に合意の再交渉を求めないとし,しつつ慰安婦の尊厳の回復や心の傷を癒す努力を続けることを日本政府に要求し、日本政府が支払った10億円の代わりに、韓国政府の予算から充当するという新方針を発表した。 2月26日にスイスジュネーブで開かれた第37回国際連合人権理事会総会で慰安婦問題を解決しようという努力で被害者中心の取り組みを書いていたことを認めると述べ慰安婦問題日韓合意の互いに国際社会において非難、批判をすることを避けるという条項に反していると日本政府から非難を受けた2018年1月16日 カナダ・バンクーバーで開催された20カ国の外省級による北朝鮮問題に関する会合に出席。北朝鮮に対する人道支援方針を説明し、実施するタイミングを図って人道支援を実施することを説明したが、日本の河野太郎外相、イギリスのボリス・ジョンソン外相、アメリカのレックス・ティラーソン国務長官の反対にあい、多数の賛同を得ることができず、議長声明に、 人道支援の文言が盛り込まれることはなかった。2018年9月11日、ベトナムで開催されたアセアンに関する世界経済フォーラムに出席。訪問先のハノイで、日本の河野外相、チリのアンプエロ外相らと会談を行った。2018年9月18日から19日、平壌で行われた第3回南北首脳会談に、 出席するため韓国の外交部長官としては初の包丁を行う。現地では首脳会談の合意事項の取りまとめを行うものの、後に軍事分野の項目についてはアメリカ側から事前の説明がなかったとして激怒の電話を受けていたとの報道がなされた。なお、韓国政府関係者は激怒や問い詰める内容ではなかったとして否定している。 2019年2月25日、ジュネーブで開催された国際連合人権理事会で演説。従軍慰安婦問題に関する日韓双方の取り組みは被害者中心の視点を書いていたと強調し未解決との認識を示した。2019年5月23日、訪問先のパリで河野外相と徴用工訴訟問題に関して会談。 仲裁委員会の開催を受け入れるよう要求を受けるも回答を留保。2019年6月28日 G20 地域首脳会議に合わせて来日した際にも非公式な形で会談が行われたが解決は見出せなかった。翌月の7月1日日本側が半導体材料などの輸出規制を行うことを表明すると同月7月3日国会で 不合理で常識から外れた措置とした上で、第三国にも不利益が及ぶ問題なので、そうした国と連携して対処していくことを表明した。2019年8月20日から8月22日、法中。北京で日中間外相会談、日韓外相会談を行い帰国すると上、本国では日韓秘密軍事情報保護協定の更新見送りを決定して公表していた。 ヤス氏が知ったのは、飛行機から降りた直後というタイミングとなり、外交努力をしてきた裏で本国からのはしごを外されていた格好となった。ヤス氏は直後に、河野外相にショートメールを送り、遺憾の意を伝えたとも報道されている。2019年8月28日放送の BBC のインタビュー番組である、ハードトークに出演し、司会のステファン・サックアーから、 徴用工訴訟問題や放射能検査の問題や今後の日韓関係修復の可能性などについてやり取りを行った。2020年8月、韓国の外交官が中ニュージーランド大使館の現地職員にセクハラを行った問題を受けて国民にご迷惑をおかけして申し訳ないとして国内向けの謝罪を行ったがニュージーランド側への謝罪については 他国に外交部長官が謝罪するのは国家の品格の問題として謝罪を拒否した。2021年1月20日、青瓦大より台米同盟重視名派として知られる、帝吉洋大統領外交安保特別補佐官を公認に充てる人事案が発表され、公共和は外交部長官を退任することとなった。韓国国内の報道機関からは、指名と同様退任も 突然のことであったと評された。2021年2月8日に退任。夫は、四世代学校名誉教授のり始め。ありがとうございます。